おはようございます。文法力上げていきましょう。さあ本日は手の識別です。今回絶対に押さえてほしいのはこちら、助動詞つの連用形手のパターン。あの助動詞のつというのは完了と脅威2つの意味があって、下2段動詞と同じように活用するので、上から順番にてーてーつ、つるつれてよと活用しますよね。その連用形て、これ実は使い方がめちゃくちゃ限定的なんですよ。決められているものはルール化して暗記してしまった方が明らかに早いですよね。ってことで覚えちゃいましょう。矢印のところご覧ください。直下に過去の助動詞がつく。直下に過去の助動詞がつくときにしか基本的には用いないんですね。過去の助動詞といえば皆さん大丈夫ですか？きとけり、この二つですよね。なので組み合わせてみると、はい、こんな感じでてきてけり、てきてけりという二パターンでしか基本的に助動詞つの連用形て、これ用いられないんですよ。でしかも現代語訳したときに過去と相性がいいのはやっぱり完了の意味を持ってきて、二つ合わせて何々た、何々してしまったみたいな現代語訳を作りますよね。なのでここは、はい、基本的には完了プラス過去の組み合わせで固定で暗記しておくのがいいです。いいですね。てきてけり、てきてけり、てきてけりといえば助動詞つの連用形パターンだよっていうのを頭の中に入れてあげてください。そうすれば今回チェック入れてほしいのはもうこのてけりの形、一発でマーキング入れたいんですよ。そうすれば選択肢の中の答え一発でうが正解であるということは選べそうですよね。なんか他にも脅威のパターンであったり、接続助詞と助動詞の違いなんかもあったりするので、おいおい問題で紹介していけたらなと思っております。さあということで本日も一日頑張ってください。では以上です。お疲れ様でした。